そうすると消費増税がどうなるかっていうのが出てくるわけですよね。そうですね。5月20日は1月から3月期の実質 GDP の統計、これが発表されますし、この前の萩生田さんの話によると、それはまあ7月のデータっていうかまあ6月のデータですね。これが4月に出るわけですこれを見るというふうにも言ってましたよね。いやでももうあの萩生田さんの発言以来、少しちょっと空気が変わりましたよね。あ延期すんのみたいな。はい。 言ってよかってかたみたみいな、えー、だから報道なんか見てると5、5%に下げようかみたいな、はい、ついに空気が出ましたよね。えー、だから萩生田さんのあの発言、突破口を開きましたね、批判も当然ありましたけど、えー、まあ,あれは明らかな観測気球だなんてね、はい、言われ方をしてる時もありますけども、えーで、5月20日はやっぱりこれ、まあマイナスですから。 うん。<ー>あの、CI, DI、いろんなものが下がってますから、輸出。だから、まあ、<ー>マイナスはマイナスなんですけど、<ー>どれぐらいマイナスかと。でかつ、これが出るってことは、 えー、2018年度、平成30年度の月、全部のデータが出るってことですから、はい、これがどんな数字になるかっていうのが、うん、また一個大きなポイントになりますからね。えー、まあでも、大元の理想を考えればね、うんうん、その消費税も上げられるような経済のものすごいこの拡強感っていうんですか、それがあればよいいんですけども、うんうん、まあそれがない、ね、何にもないですからね。だからこれ普通考えたら、増税っても、 ほんならぐらいの鼻で笑うような話ですね、本当はね。それが現実ってことですね。リーマンショックとかって言っちゃったから、リーマンショック級とかで言っちゃったから、自分で自分縛ってるとこあるんですよね。だからもう何を言ってんねんっていうとこありますよね。もっとこう、だってもうこんな、リーマンショックかどうか置いといて、めちゃくちゃやんか、今経済みたいな話ですからね。ぜひ理性的な判断をしていただきたいですね、政府にはね。 富士山に消費増税延期どころか5%への引き下げ案まで浮上。うん、こちらについて話を聞きます。うん、安倍総理の側近であります、萩生田幹事長代行が、景況感次第で3度目の消費増税延期もあり得る。まあ、この発言をして物議かもした中ですね、え今度は消費税率を5%に引き下げる消費税の減税というサプライズ案が浮上しているということなんです、うんうん、えこれ教えていただけますか、うん、これはね、えー、やっぱりあの萩生 萩生田さんのあの発言からこれ突破口になったんですよね。はい、だから今までこう、えー、なんとなくまあ増税延期はなくて増税やっちゃうんだろうなーって思ってたんだけど、えー、こ萩生田さんってね、やっぱこう安倍さんの側近中の側近で、えー、かつ内閣官房副長官までやってた方ですから、はい、もう安倍さんとも完全に通過なんですよ。だから今回の発言も安倍さんの意向を 組んでいいいななははずがと表面的にね私個人のうもちろんそういうんですし、あの、菅さんに聞いたと、いやいや、もう判断何も買ってませんよと。当然そういうのは、それもみんなも大人の事情としてみんなわかってるんだけど、でも、萩生田さんが言うってことは、あなんや、総理増税延期したいんや、ということを、新聞記者とか、国会議員とか、官僚とか、みんな思ったんですよ。 萩生田さんのあの発言。あで、これは多分僕、長、はい、田町の6年間住民でしたからね。はい、ようわかります。はい、ようわかります。はい、あ、あそうなんやなと。ほうほうで、さらにね、あの、<っ>官僚の中にはね、は安倍さんは、もう、増税に従ってるだろうと思ってる一軍の人たちもいるわけですよ。はい、で、その人たちはどう思ったかというと、あ、観測気球を上げるぐらい、うん、こう、 のところなんやと。はあ,はあ、あの、いや、安倍さんが増税期したいのはわしは知ってるけど、あの、萩田さんに言いました、はい、っていうぐらい、あ、かなり本気で止めようと思ってんだよなと。はあはあ、ええこう、わかりました今の。はい、これなんかもう、中田町孫度村ですからね。ええ。超孫度村ですから。はい。その、みんなそう思ったんですよ。ええ。で、それでいまいち、いや、安倍さん、どっち上げたいの上げたのかどっちなんかなと思ってる人は、ええ やっぱり上げ、下げ、うん、上げたないやと思うし、ええはい、上げたないっていうことを知ってると思ってる人は、ええあ、いよいよほんまに止めるつもりなんやと思ったので空気がガラッと変わったんですよ。空気変わって今度消費税率5%引き下げる減税。そで出てきてる。だから、あのー、ってことはなんかもう、止めるの前提かと。はい、ってことは、ほんまは5パンしなあかん。 っていうか、ほんまを5パンしなあかんっていうのは、一部の人は分かってるんですよ、もろもろの数字見て。うん、これ、8パー上げたかがもともと間違いやと、これ、アベノミクス失敗と言われるのが鬱陶しいから、5パーとかで口が裂けても言えないんだけど、だからこう、中田町にはですね、 いろんな種類の人たちがいますからね。ちゃんと分かってる人は、こんなもん5%戻したらええよなーって、一軍の人は思ってるわけですよ。で、僕なんかそう思ってるわけですからね。はい、だって、思ってることを僕は言ってるわけで、5%に戻したらええに決まってるわけですよ。はい、だから、あの、この、萩田さんの発言を受けて、今の空気感として、そしたら、あの、5%に戻したらいいのになーって思う人は、そしたら5%まで下がってんちゃうか<ー>だって、場合によったら5%まで、 下げられるっていうところまで行けるみたいな、お<ー>こう一軍の人は思ったわけですよ。えー これそんなに多くないですよ。はい。の人は。いるんですよ。いる、いる、いるんですよ。そうすればアベノミクスだってうまくいくから。うまくいくから。アベノミクスはどう考えたって5パンにしたらめっちゃ成功するわけですよ。アベノミクスがなんかいまいちまだ成功してないじゃないですか。みんなわかってますよ、そんなもんね。なんとかゲーキとかなんとか傾向とか言ってますけど。だって数字良くないから。な、みんなわかってますよ、そんなものは。僕の感覚からしたらですよ。ええ、まあ質ね、下がってる。う下がってる。な、人が、人で、それはもう人が減ってるだけの話ですから。 だから、あ、ここまで空気変わったんやったら5%もありちゃうか <laughs> と思う人が出てきて、その人が、まあ、どっかの記者に言ったんでしょうね。えー、それで、これが記事になったんですよ。<ー>だからね、今ね、えー、長野町で空気がね、えー、ガサッと変わってるんですよで。それを受けて報道が変わってるでしょ、えー、はい。そしい世の中全体の空気変わってるじゃないですか。はい、あれ、なんか増税延気すんのこれ、みたいな。えー、でも、令和になるし、なんか、 あこの令和に変わるしも空気、だだ代わりかこれもう、みたいな。ほい<ー>で、ゴールデンウィーク10日でなんか変わるかもしれんし、えー、みたいな。これはね、これからね、はい、着目してくださいよ。だからみんなで、なやこれも、どうせ延期当たり前やんけ、と思ったら延期になりますから。<ー>空気が変わったら。はい